どちらが本物でしょうか。答えはこちらです。今日はほっかほっか亭の海苔スペシャルです。ではメイキングどうぞ。食べ終わったお弁当をきれいに洗いまして、ご飯は発泡スチロールに静電気除去スプレーを振っています。これをパラパラにして洗濯のりのペーストを入れます。もったりとした感じになりますので容器に詰めて、はい。そしてカツオはカラーセロハンを使っております。次にクッキングシートを敷きまして、使うのは書道の半紙、墨汁で字を書きます。ではなくて塗りつぶしております。そしてこれを乾かすと糊ができます。次にふわっと軽い粘土の白にお水を入れて、絵の具の黄土色を入れて混ぜるとポテトサラダの出来上がりです。実は小麦粘土がないというお話をしましたら、視聴者さんがわざわざ送ってくださいました。本当にありがとうございます。大事に使わせていただきます。はい、早速使っております。次に小麦粘土の緑、そしてオレンジ、これをカットして、先ほどのポテトサラダで残った液体に水を足してマヨネーズ風にしております。それを和えたらサラダの出来上がり。はい、着々と出来上がってきておりますね。はい、こちらはきんぴらごぼうですね。細く切れば出来上がり。次にウインナーですね。赤と茶色を混ぜて成形すれば出来上がり。そして白と黄色で混ぜて、こちらの容器でチューッと押せばスパゲティの出来上がりです。そして白、黄土色、茶色、オレンジを混ぜまして、表面に洗濯のりと焦げ茶、茶色を混ぜて表に塗ればテカテカになって唐揚げ風になります。次にオレンジ、赤、茶色、3色を混ぜて、はい、こちらチーズを作る容器ですね。名前がちょっとわからないんですけど、これでシャッ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 とすりおろして、実はこちらお魚のフライですね。はい、最後に黄色い粘土もシャッシャッシャッと、はい、出来上がりです。次にちくわの天ぷらを作ります。先ほどの白身の魚フライの残りの生地に洗濯のりのペーストをまんべんなくつけて、クレヨンの緑で青のりを表現しています。あとは乾かせば出来上がり。次に黄色い粘土で卵を作っています。さあ容器に入れて、楽しいですね。この時が一番楽しい。はい、先ほどのね、ちゃんと乾いて海苔のようになってますね。はい、くちゃくちゃにしまして、実物がくちゃくちゃなのでこれに見せようとしています。はい、完成です。どうでしたか。皆さんも冬休み作ってみてはいかがでしょうか。